おはメロチメロだよ。はーい、今回の企画はあのさ、メロチ、あの前職がよく人の免許証を見る仕事をやってたんだけど、自分の免許証以上にインパクトの強い免許証って見たことがないんだよね。っていうことで、今回の企画といたしましては、Cの黒レ、姫歴史時代の免許証公開。もうめちゃくちゃ昔から、ブログとかをね、見てくれてた方は、Cの姫時代のね、免許証をご存知だとは思うんですけど、まあ、YouTube 始めて、まだね、このネタは使ってないと思うんで、今回は、公開をしていこうかなと思います。まあ皆さんご存知、チーがゴリゴリの姫時代だった頃って、もうほんとウィッグを5つぐらいつけて、頭もゴーンみたいな、服もフリフリみたいな感じだったんですけど、まあその時ね、まあ免許証の写真を撮らなきゃいけないってなった時に、まあ地位的には基本そういう格好、大体常に24時間365日そういう格好だったんで、まあ極力その姿で撮りたいなって思って、ただちょっと妥協したのは、免許証の写真を撮りに行った時はウィッグは前髪とこのここの前頭だけの、まあ、2つだから5つが2つに、まあ、ちょっと妥協して、ただやっぱりね、姫といえば頭のデカリボンだったんで、まあ、リボンはねそのままゴーンつけてたんですけど、まあその時に撮った、まあ、姫時代の免許証の写真が、まあ今見るとね、まあ、インパクトがねすごいかなっていう。でまあちノンショップの店員してたんで、まあ、いろんな人の免許証見てきたけど、まあ、自分の免許証を上回るインパクトのでかい免許写真はないかなっていうことで、ここで今回は公開したいと思います。早見せろって前振りいらんわってせやんな、まあ、アンチとかやめてなもう今となってはネタやし、これ何年も前の免許写真やからな、枯れ気持ちで見ていただけたらと思います。アンチ怖えということで、メンチの姫時代の免許証はこちらです。これ実は内心ウィッグ大丈夫かなとか思いながらそわそわして、あの免許証センターに行ったんですけど、当時はあのカラコンもどうなんだろうって思いながら、まあ、カラコンつけてたんですけど、当時はカラコン、まあ何も言われなかったのと、ウィッグもそのまま撮りましたなのでこんな写真が出来上がりました。いやなかなかインパクトのね、強めな免許証かなと思いまして、免許証書き換えの時期とかって、前の免許証どうしますみたいな感じで言われるやん、まあ、記念にもらっちゃったよねCからしたらさ、ほらリップもまあ帽子の一つじゃんみたいな、まあ、これがCっぽいじゃんみたいな、なんかなんなら地毛の方がなんかすっぴん感強くて自分じゃないかなみたいな感じで撮った免許証写真でありました。まあ、今の免許証はもう全然普通な感じ、めちゃくちゃレディーにハマってた時に撮りに行った免許証なんで、まあ そんなにお見せしなくてもいいかなって感じなんですけど、まあちょっとこの辺に貼っとこうかな。今のちなみに今の免許証はこちらです。いやーまあ顔が変わったよね姫時代って全然そんな整形も多分やってても埋没くらいだったと思うから、まあ正味埋没なんてね、アイテープでなんとかなったから、まあざっくりこの辺が大きく変わったんで、現在はこういう感じの免許証の写真でございます。そろそろ地元もねちょっと小増しになったんで、書き換え行きたいなって思ってるんですけど、やっぱ永遠の18歳なんでね年齢推測しないでねはい、っていうことで今回はちょっと短めの動画になりましたが、インパクトのある私の免許証公開というような内容の企画でした。
はい、もしメロチよりもインパクトの強い免許証写真があるのであれば、ぜひお見せください。ということで、よかったらチャンネル登録と高評価やろメロ。バイバーイ。